国母交差点付近甲府バイパス、甲府昭和インター付近山梨県海市府地区、新田付近甲府バイパスは、山梨県笛吹市から、甲府市の市街地の南側を通って、甲井野市に至る国道20号のバイパスである。当該道路は、甲府市の市街地からはやや南に離れた郊外を通過する。それゆえ、沿線には郊外型の商業施設が多く、加えて、 交差点の大部分が平面交差であるため、これらが渋滞に拍車をかける原因の一つになっている。過去には国母交差点のように立体交差が計画されたこともあったが、沿線住民の反対等により却下された。現在多くの交差点において車線の増加が検討されてはいるものの、用地の買収等の問題も発生しているため、実現には至っていない。主な交差点。 立体交差現在の国道411号上東通りと国道52号美術館通りがかつての国道20号であった。国道20号がまだ国道8号線であった。戦後間もない頃、甲府空襲の戦災復興都市計画の街路の一つに、善光寺駅前から甲府刑務所の北側へと緩やかなカーブを描き、そこから荒川橋まで直線で抜ける。 国道8号線市内線と名付けられた、福音36メートルの道路が計画されていたが、住民の反対に相とんざしている。そのため上東通りと美術館通りは、古くからの城下町特有の京商道路のままとなっていた。特に上東通りでは、可燃手と呼ばれるクランク状の箇所が複数存在しており、可燃手、渋滞と呼ばれる渋滞が状態化していたとしても、残っている。 これらの協商市街地区間を迂回するため、市街地の南部を V 字状に迂回して、竜王バイパスへと接続するバイパスとして計画されたのが、甲府バイパスである。向かい町に交差点、国母交差点は朝夕を中心に渋滞が発生しやすく、それに伴う事故も多い。また、休日などは、ウィンズ伊沢周辺が非常に混雑し、これが、 コ府バイパスの渋滞に波及することもある。山梨日日新聞社編集、山梨の20世紀コ府バイパスが一部開通、ピアニッシモも142から1432000年8月10日、第1冊発行 ISBN4 から897106966。ありがとうございます。